担当のレラブックと岸本レラです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、18歳ピーの担当
ライブだけじゃなくてお菓子巻きとか、はい、この前はお菓子摘みとかやりましたね。で、あの 4DX の体験とかさせてもらって、嬉しかったよね。で、今日も4時からお菓子巻きがあるので、はい、もうしかも今とあと3時からもここでステージがあるので、はい、もう一日中楽しくなってるし、はい、スペシャルコンサートって言ってもらったんですけど、スペシャルコンサートって言われたらちょっとなんかね、ここ今日どこなんだっけ、ここコロナワードの、違う、アイリーの中ではこうどういう気分で、なんかどういう気分あ、いいわ、いいです。はいはい、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なのでスペシャルコンサートっていうやつに、はい、に乗れるようなライブにしていきたいと思います。はい、はいはいはい、ということで次2曲続けて聴いてください。有頂天ラブ。Thank you.
I don't care at all.
曲なのでめっちゃ盛り上がっていきましょう。恋のセンセーション。15時から、いろいろ分かるよね、分かる分かる。もう3なのか5なのか
ルイちゃんもね、この間一緒に遊んだ時にね、もういいから自分ね、なんか、あ、17時から、うん、15時からそう、15時から用事があるって言ってて、で、なんか、え、で、なんだっけ、で、3時って言ったんですよ、だっけ、3時みたいな、15時よって、だから3時に用事があるんだって言ったら、は15時って言ってるよみたいな言って、だから3時だって言うの、バカだな、5時って感じが、いやもうそれを自信満々となんか威張ってるのがもう本当気に食わない、いつもメンバーが間違ってるのに自分が合ってるみたいで、で間違いを気づいたら、まあそういうこともあるよねみたいな、ほんと開き直る感じ、ごめんなさい、最後にこんなんでね、はい、ということで、15時からまたここでステージがあるので、はい、ぜひ、15時からのステージを見てください。今日も皆さんに愛と夢は届きましたか？イエーイ。